毎日ポジティブ。はい、ポジティブ歴17年スーパーポジティブティーチャー福井です。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブなことを発信することによって、見ていただいている視聴者の方が少しでも前向きにポジティブになっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さあ、本日の話なんですけど、本日はですね、やっぱりこういうことなんだろうなというですね、お話をしたいと思いますね。今の言葉だけ聞いたらね、何が言いたいのって多分ね思うと思うんですけども、僕がですね、レンタルポジティブという、僕の中のあり余るポジティブをレンタルしようという企画でですね、知り合った渡辺のり子さんという女性の方がいらっしゃってですね、まあ、その方からポジティブ坂に手紙が届きまして、でこれね、開けてみたらですね、こう手紙が入ってまして、今からね読みたいと思います。ポジティブ店長、いつもポジティブありがとうございます。ポジティブ行動と思いに感動です。応援の気持ちを込めてプレゼントです。ポジティブに使っていただけたら嬉しいです、というですね、この文章とともに、なんとですね、こちらのポジティブ居酒屋のシール、これがですね15枚ぐらいですね、なんとプレゼントしてくれたんですよ、僕に対して。でこの方はですね、字を書くプロフェッショナルの方で、僕がこのお店のですね、常連のお客様の誕生日の時に何回かですね、その字をポストカードのようなものに額縁に入れてプレゼントするというのを3回ぐらいですね頼んだんですけども、まあそのお礼という意味も込めてなんですけども、まあ、こういうお手紙とこういうシールをね、僕にくれました。で僕これもらった時にすごく嬉しかったんですよ。まずこうやってこう字をね書いて手紙で送ってくれるっていう、これが今 LINE とかメールとかが横行してる中、こうやって手紙を送ってくれるってことがまずすごく嬉しかったのと、もうオリジナルのポジティブじゃが思い出のこのシールまでね一緒にプレゼントしてくれたと、こういう気持ちがねまさに思いやりだなと思いますし、こういうのをねもらったら偏方性の法則じゃないですけど、また頼みたいな、この人にまた頼んで、こう少しでもこの方に恩返ししたいなって思うわけじゃないですか。まあ、こういうことがねやっぱり仕事だったり、こういうことが思いやりのすごく僕は大切なことだと思うんですね。で忘れようとはしていないんですけども、まあ、ある程度僕の中ではですね、誰かに送りたいなっていう人には僕はメッセージのポストカードを送ったんで、次誰を送ろうかなとは思っていたんですけども、なかなか行動には移していなかったんですけども、まあ、こういうねことしてくれたんで、今度ねまた別の人にやっぱりその字をね送りたいなと思いますし、また別でね何か違う企画でも何でも、僕はこういうこう字を書くというものに関してはこの方に、ね、頼みたいなと思いますし、何かこう誰かに、ね、これを送りたいとか言葉を送りたいっていう人には、僕は渡辺のり子さんを、ね、紹介すると思うんですよ。やっぱり何でも欲しい欲しい欲しいっていう人がやっぱり世の中多いんですよね、これも欲しいあれも欲しい、でもそれよりもまず自分から与える側に回ることがもしかしたら一番のね、営業だったり一番の人を喜ばせることにつながるんじゃないかっていうのを、僕はこの手紙とですね、このオリジナルのこのシール、これをいただいてですね改めて感じました。やっぱりこういうことなんだなって、今のこの IT 社会、もう普通にメールとかね、もう年賀状だって ほとんどみんな送らないね、そういう時代になってきて、だからこそこれの意味がねより強く僕は心に突き刺さったので、何かね営業の仕事をしている方とかね、今までこう契約をして、そして終わりになっている方に、その後例えばじゃあエアコン売ってる人だったらエアコンの調子どうですかと、何か不具合ありませんかと、もしこういう手紙がねそういう人から来たら、また何かあったらこの人に頼ろう、誰かエアコンのね、買おうとしている人がいたらこの人を紹介しようと思うと思うんですね。まあ、こういうことをねなかなか やりたくてもできないと思うんですけども、やっぱすごく大切だなっていうのを渡辺のり子さんから僕はすごく学べさせてもらったんで、今日はですねこんな、やっぱりこういうことが大切だなというですねお話をさせていただきました。僕もめちゃくちゃ見習いたいと思います。ということで以上、毎日
発目、ご視聴ありがとうございました。